飲食店やライブハウスなどで行われる行動を限りの緩和に向けた実証実験の概要が明らかなった。小池都知事、今日をもって緊急事態ことが解除される。明日からいよいよ新たなす時に入る緊急事態宣言などの全面解除に30日の全国の新型コロナウイルスの新規間ものは1576人だった。また、 東京都は218人の感染が確認で39日連続で前の週の同じ曜日を下回った。こうした状況を踏まえ30日の都のモニタリング会では感染状況の警戒レベルをおよそ10ヶ月分に一段階引き下げた。一方、医療提供体制は今重症者数が高い水準を推移していることなから最も深刻な赤に据え置いた。 こうした中、府の行動制限緩和に向けた実証実験の概要、を分かった。これによると、実験は、飲食店に洗い、ハウス、衝撃場のほか、大規模イベントなどで施され、ワクチン接種歴などの確認、入店者と馬車のリスト作成、換気状態の計測などもこう、技術の実効性について検証するとのこと。イ店については、神奈川や福岡など12の道府県、 ラブハウスや小劇場などは、北海道や大阪など4の道府県が対象地域となり、いずれも東京はまれていない。また、大規模イベントについて、J リーグの試合や体操の世界大会での実施を制している。全国のワクチン接種の進み具合、ついて、すべての世代を対象とした数値を見て、く 30日に公表されたワクチンの総接種回数は29よりも116万回以上増え1億6373万回を超えている。続く手、接種率少なくとも1回目の接種を終えた人割合がちょうど70%となった。そして2回目の接種で完了した人の割合は59.3%となった。関連記事はちら。 データで見る新型コロナワクチン特設時。